よいしょ。はい、どうも皆さんこんにちは、正和です。いつもありがとうございます。さあ、今日はですね、うさぎ用の、ね、栄養補助食品サプリメントの紹介ですね。今日ご紹介するのはですね、こちらです。はい、で有名なセレクションプロシリーズのプラス乳酸菌サプリプラススキンコート。これもちろん、ね、栄養補助ということで、1日に体重1キロあたり、まあ、マルキチ君がだいたい 1300g だから 1.3kg で 1g だいたい、その 1g を 2,3 回に分けて与えてるフードですね、いつも通りのフードに混ぜて与えますと、まあ、こういう補助的なものですね。で、まあ、今までも何度かやったんですけど、フードに混ぜるとですね、今あんまりお腹空いてないと思うので、でこれ単品でちょっとだけお皿に出して、それで食べるかどうかを見ていきたいと思いますね。楽しみだね。これが、まあ、乳酸菌もね、EC12 株っていうのがですかね、入ってますし、あとはビフィズス菌とかオリゴ糖もですね、まあ、人間にもね、いい、お腹の健康維持にいいものは入ってます。そしてあとはコラーゲン、ヒアルロン酸ですよね、皮膚とかあと毛ですよね、これを形成するのに、ね、あとはもう毛並みを維持するのにとてもいいものが入ってますと。ただ詳しい分、あの解説はですね、ちょっと苦手なんですけど、まあ、とにかく、まあ、いいものはいいんだろうということで、ただ食べないと意味がないということなんですよね。ですから早速食べるかどうかですね、お皿に出してみたいと思います。あ、これもですね、同じような感じですね。いつも通りのペレットに近いです。こんな感じですね。あ、もう来てるね。よし。それじゃあ、もうすでに欲しがってるから食べてもらいましょう。さあ、どうぞ。そうだ、これの色チェック、ちょっと近くで写しますよ。あ、これはもう、そうですね、バニーセレクションプロのメンテナンスに、ね、見た目は近いですよね。おお、食べないかな、もうこっちあるんだよ、ほら。どうしたの、カメラに近づいて音聞かせてくれてるのかな。じゃあカメラから近づこう。はい、これすごいちっちゃくて、ね、すぐ噛み砕けるから、ね、咀嚼音があんまり響かないですね。さ、他の子たちは食べてくれるかな。ね、丸吉くんだけね、大好きだったとしてもね、他の子たちが食べなかったらね、また他のね、これ以外のね、サプリメント探してこないといけないからね。よし、それじゃあちょっと他の子たちが食べる様子も見てもらいましょうかね。さ、ももちゃん、
どうだろう。食べた。ね、ココアちゃんも欲しいよね。はい。ね、もっと欲しい。はい。あ、問題ないですね。すごく、マルキチ君以上に食いつきがいいですね。さあ、小雪ちゃんとマロンちゃん。先日紹介したあのカインズオリジナルのですね、ペッツワンの牧草ボックス、また詳しくね使ってみてどうだったかっていうのを動画出しますんでね、後日の動画、ね、お楽しみにしていただけたらなと思います。はい。あら、マロンちゃんあんまり反応しない。お姉ちゃんに譲ってたのかな。じゃあ次マロンちゃん。うん、いい感じですね。よく食べてくれます。食いつきはもう抜群ですね。もっと欲しいの。まあ欲しいよね、そりゃ。よいしょ。これぐらいで、ね、今日はやめときましょうかね、この小雪ちゃんとマロンちゃん。すごい、すごい勢いで食べますね。OK、なくなりました。ということでですね、以上でですね、みんな美味しく、食べてくれることが分かりました。で、何種類かこのグルテンフリーの、セレクションプロプラスシリーズありますので、また見つけ次第ですね、他のものも紹介していきたいなと思います。はい。ではですね、今日の動画参考になったな。あとまあ、かわいいウサギたちですね。まあ、かわいいっていうのは勝手にね、僕が言ってるんですけど、ね、ウサギ大好きだなっていう方、ぜひチャンネル登録いただけたら、ね、嬉しいなと思います。それでは、また他の動画、皆さんですね、お会いできたらいいなと思います。では、またお会いいたしましょう。まあ、さよなら。よし。よし。